知ったのがね、日曜日でした。で、私一人留守番で東京の AS のオフィスから電話かかってきて、大変なことが起きました、息子さんが銃殺されましたということを聞いたんですね。夕方には美恵子が帰ってきて、でとにかくそこで座らせて、吉弘がというふうに言ったら、まあ、内容というかね、何が起きたか分かったみたいで、泣き崩れたような思いがありますね。ホストファミリーさんから見たそのヨシさんってどういった方だったかって何かおっしゃってました。まあ、平明家さんのところではお好み焼きを作ってあげたりとか、日本で食べるものを作ってあげたりとかしてサービスもしたみたいです。26年の今の気持ちというか、息子に仕事をしてさせてやりたいっていう、そういう思いで銃規制運動を始めたっていうことは良かったなって、私にとっては正解だったなって思って、亡くなった息子は帰ってきませんけれども、子供の可愛さというかね、こんなに、まあ、愛おしいものというか、いつも一緒に生きてるっていう感覚があって、全然色あせてはいないです。思いというか、16年経っても息子はそのままだからね、想像するしかないね、どんな顔してるのか、毎朝仏壇を開けて挨拶するのが私の仕事なんていうか、だから特にね、まあ、いつもおるなっていうのはあるんですね、おはようというだけ、何日かですね、